アンのエニータイムアンダンテ第二回目です今日は旅をテーマにお届けしたいと思いますえ私が今旅してみたいなって思うのがモロッコ星が綺麗らしいんですねなんかこう砂漠をずっとラクダに乗るのかなまあ移動していってでもう光も何もないようなところにテントを張って寝るっていうツアーが あるらしいんですけれどもこんなに地球上、まあ、宇宙か宇宙って星があるんだっていうのに心底びっくりしたらしいですその行かれた方は。というわけでそんな星空を見に行く機会ないかなと思います、まあ。モロッコといえばモロッコワインとかモロッコ料理今日本でもたくさん流行ってますよねああいうタジみたいな料理。 なんだっけハクション大魔王みたいな上に穴の開いた煙突みたいなお鍋の中に蓋を開けるとクスクスとかあと羊のお肉で作ったメルゲッソっていうソーセージとか大好きなので是非私はモデルの仕事で19歳の頃に海外に行って仕事をするようになってで、まあ、ベースは移したわけではなかったので東京からニューヨークとかミラノとかパリとか。 まあ、ロンドンとか上海とかシンガポールとかそんなあのコレクションの場所に、まあ、行ったり来たりそんな生活が続いていましたなのでそんな話をすると「わあすごい旅慣れてるんじゃないか」とか「パッキングなんかお手の物なんじゃないの?」なんてあの言われることが多いんですけれどもすす。ごい苦手です私は飛行機に乗る当日の朝に荷造りをし始めます。 まあすごくしっちゃかめっちゃかになるのでそのまま家を出ざるを得ないんですけれどもそれでもやっぱり不安で余計なものもたくさん詰めて持って歩けないぐらいの量になることも昔はありました基本的に荷物は必要以上に多いです今まで行った都市の中で一番多いのがニューヨークとパリです一度だけニューヨークとパリそれぞれ一ヶ月ずつ 滞在したことがあります、えー、ニューヨークはですね、えー、1ヶ月ホテルではなくて人の部屋に住みましたというのもあの誰かと住んだではなくてあの人がその間空けているっていう期間にあの入っていいですよその代わり、まあ、ホテルよりは安いけどお金払ってくださいねっていうようなシステムのお部屋があって行ったらまず水道管が壊れていてあのまずその修理を呼んだり。 お湯が出るのが台所の流しのところしか出なかったので何日かはあの最初の1週間ぐらいはちょっと住む場所を安定させるのにすごく面倒くさかったです、まあ、でもいい思い出となりましたニューヨークに春に行ってびっくりしたのが桜が街中にたくさん生えていること。 アメリカの桜っていえばの日本から送られたことで有名なワシントンの桜を連想してたんですけどこんなにニューヨークにはたくさんあるんだっていうことにびっくりしました八重桜みたいなあのちょっと色が濃くてちょっとの風ではなかなか飛ばないような、まあ、ある意味アメリカっぽいのかな旅をテーマにずっと話をしてきたんですがやっぱり私「旅が好きです」と言いたいところです 旅に出る瞬間ってすごく不安になったり家を出たたその瞬間に帰りたいなって思うことありませんかこれから始まる旅にワクワクする気持ちが前の日まではあったのにいざ行くとなるともう成田に向かう車の中で果たして自分は出発してしまっていいのだろうかとか何かやっぱりこうちょっと帰りたいな って思ってしまいますまあ、行ったら行ったであすごい楽しいなって思うんですけれども帰る場所があるから旅ができるのかな待ってくれる人がとか仕事が日本にあるからまた自分も旅に出られるのかなっていう風うに思いましたまあ、次はどこに行くのかなえー、さてそろそろお別れの時間ですアンのエニータイムアンダンテ今回は 旅をテーマにトークさせていただきました。